はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、サブノーティカやっていくんですけどもね、前回はですね、リーパーリバイアさんをね見事倒すことができたということでね、ちょっとまあじゃあ先に進んでいこうかと。今回はでね、久しぶりにこの通信機がちょっとピカピカしてるので、こいつをね見ていきましょうかね。それでは早速ね、ちょっと聞いてみましょうか。はい、何を言ってるかね、さっぱりわかりませんね。何ですかねこれは。ハニャ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 言ってますね。まあ推測するにですね、これは多分ね、異星人からの通信だと、いうような気がしています。でですね、まあいろいろね、あの資源をね集めようかっていうことで、あちこち探索をねしてた中でですね、どこだったかな、ビーコンのね、確かあの脱出スポットのですね、これだったかな、脱出スポットに以前ね探索に行った、あれですね、水深 500m の、脱出スポット2の場所ですよね。あのね、脱出スポット2のすぐね近くにですね、ちょっとなんかあの、なんだろうな、不気味なねエリアを以前ちらっとね見つけたので、今回はねそこにちょっと行ってみようかなと思います。はい、というわけでね、早速ちょっと支度をまずしちゃいます。はい、今回はですね、シーモスじゃなくて、フロンスーツでね、じゃあ行きましょうか。どっちで行こうかな。マーク1とマーク2と。アップグレードが、こっちで行きます。ドリルアームか。ドリルアームはちょっと外しますかね、一旦。よし、じゃあね、ちょっと待って、耐久が、よいしょ。じゃあね、このプロンスーツをですね、よしよしよし、サイクロプスにね積み込んで、サイクロプスでいきますか。はい、じゃあね、サイクロプスを積めプロンスーツを積み込みました。でね、このサイクロプスなんですけどもね、一応ね、いろいろと中身ね少し手を入れました。こんな風にね、ロッカーをつけたりですね、あとここですね、ここにですね、当座のねいろんな物資をね、蓄えてあります。はい、こんな感じでね、チタニウムから何から、はい、まあ、っていうのはね、まあ、何かもしいい場所があったら、あの拠点をね作ろうかなということでね。はい、でここはですね、水、食料もねたくさん積み込んでありますので、まあ、とりあえずはね、困らないような資源は積み込んであります。じゃあ早速行きましょうかね。って夜になっちゃったな、暗いですが、まあ行きますか。おー、来たー、かっこいいですね。かっこいいんだけど、なんかちょっとあれですね、緊張しますね。よし、行きましょう。視界がね狭いんでね、このカメラを見ながら行くといいですね。さあ、このエリアに入ってきましたね。おお、脱出スポットがもうすぐそこに見えます。さあ、一旦ちょっと、はいはいはい、こういう感じですね。
ちょっと一旦出てみますか、外に。脱出スポットが ありましたね。ここはね、以前あの探索した脱出スポット2なんですけど、ですね、どっちだったかな。こっちですね。はい、見ますかね、ここね、よく見たらね、なんか洞窟みたいになってるんですよね。これ空間が空いてますよね、前にね。はい、でね、そこへちょっとね行ってみようかと、奥の方へね入ってってみようかなということですね。サイクロプスはちょっと、まあじゃあ一旦ここに置いておいて、プロンスーツでいきますかね。よし、プロンスーツでいきましょうか。よいしょ、向こうですよね。よし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 、さあこっちですよ。まあね、この付近はね何度も探索に来てね、石英とかね、ルビーとかを取りに来たことがあるんですけど、はい、こうウランとかめちゃくちゃあるんですよね、ここね。うわー、出た、ここですよ、このエリアですよ。これね、前チラッと見た時になんかもう怖くてね引き返したんですけど、はいはいはい、来ました、なんか変なエリア、怖っ。ちょっと待って、おお、やばい、やってるじゃん、目の前に、いきなり。ちょっと待ってよ、やばいやついるじゃん。あれもリヴァイアさんですよね。ルビーだ。うわー、リヴァイアさんいる。そうなんですよ、このエリアなんですよね。これね、なんかこれなんすかね、これなんか毒みたいな感じで。おお、結晶化した硫黄。これはなんだ、あ、ダイヤモンドか。そうなんですよ、このエリアね、なんか資源が結構豊富で潤沢でね、なんかあの結構貴重な資源たくさんあるんでいいなと。これなんすかね、この緑の。おお、毒か、これダメージ食らってしまった。こいつもなんだ、敵か。ああ、攻撃してきますね、リーパープラウラー。いやー、まだまだほんとね、おお、なんか来た。まだまだほんとね、知らない世界だらけですよ。あ、これ弱いな、ワンパンですね。おーおーおい、やるかやるか。はい、このなんかカニみたいなやつ、ワンパンでしたね。いやー、どうしようかな、これ奥進みますか、これ大丈夫かな。あー、プロンスーツだとこの沼地みたいなとこ大丈夫ですね。いやー、あれやるか。いや、ちょっとまず今は様子見でちょっかい出さないように。あー、ルビーありますね。ひえー、なんていう世界だ。これはリチウム。
何だったかな、なんかニッケル鉱石っていうのがね欲しいんですよね。おお、なんかすげえなこれ。え、来た、ひょっとして。え、バレた、バレた。やばいやばいやばい、あんまり恐ろすぎると無言になります。怖っ。いやー、よかったよかったよかった、バレてないっすね。うーわ、なんだこれ。自鉄鋼リチウム。あ、なんですかこれ。おお、お、なにこれ、異星人のなんかエリアだ。ああ、これ大丈夫だ、入ってこれない。え、これってひょっとして今ちょっと一回出てみますか。ああ、ここ水ないんだ。へえ。 Welcome aboard, Captain。うわー、何ですかここは。これでもプロンスーツで行った方がいいですよね、きっとね。あ、あそこになんかゲートみたいのがある。まあとりあえず道なりに進む。おお、来た来た来た、ゲートだ。はは、またしてもゲートですか。でもこのゲートも起動装置がないですね。まあどこかとつながってるんでしょうね。そうか、これ使えると便利だな。もうこんだけしかないのかな。あっちはどうですか。あ、こっち来た方ですね。おお、この境目でこっちは陸でこっちが水と。ああ、この場所いいですね。あいつだけ、あいつだけめんどくさいんで。ああ、やばい、来たか、来た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 、逃げろ逃げろ逃げろ。おー、逃げろ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 、怖えー、おお、怖っ。そうか、この辺で戦えばいいのか。あー、どうしようかな、やっつけようかな。うん、でもなんかこのエリア資源もたくさんあって良さげなんで。っていうのはね、この変な緑色っぽい世界ってね、多分まだ奥へずっと続いてるんですよね、前チラッと見た感じの時は。なのでちょっともうちょっともう一回出てみますか。あのね、あの青いリヴァイアさんを倒して、やっぱバルト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 、あいつをね倒してね、ここをちょっと安全、ここの安全を確保して、でできたらね拠点作っちゃいますかね。これゲートもあるし、なんかこの辺り結構鍵になりそうな予感がするんで、はい、っていう感じでね。じゃあ今回はここまでにして、次回ですねちょっとあいつをねしばいてやろうかなと思います。はい、というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。